みほとけチャンネル、はい、この方に来ていただきました。松村栗弘さんです。はい、よろしくお願いします。どうも、定期的にレギュラーで、ね、本当ですよ。みほとけチャンネルの、はい、あの準レギュラーです。準レギュラーで、はい、もうありがたすぎます。光る君へのお話、はい、大河ドラマですね、うん、松村さんにみほとけが光る君へに関連するお寺仏像のことを今日は紹介するという日でございます。道長の話にまたやってるんですけど、はいはい、道長さんって本当に、まあ、政治もすごい頑張ってらっしゃいますけども、うんうん、やっぱ政治を頑張るためにもお寺とか仏教にも晩年は特に傾倒していくんですよね、うん、だから自分自身ですっごい大きいお寺を作るんですよ、うん、でそれが無量寿院って言うんですけど、うんまあ、今は法要寺という名前に変わってまたそれもなくなっちゃったんですけど、そこがですね、あの京都で言うと鴨川が流れていて京都御所があったその間のあたりに、うんものすごい大きなお寺をバーンとお屋敷として作られるんですね。そこに作られた仏様とか仏像とか建物とか全部なくなっちゃってるんですけど、うん、こういう大きい大仏を作れたのも道長だからこそなんですね。でその時代の考え方にもう一個末法思想ってちょっと難しいなんですけど、うん、もうこの世は仏教的には救える人が誰もいないから、うん、もう終わりなんだから来世に期待しようってことで極楽浄土をイメージするっていう仏教がすごく流行るんですね。でそれで北條寺にも立派な皆様を9つも建てまして、それを皆さんにもう皆さんこれで極楽浄土のことを思い馳せてなんとか今を生き延びましょうよっていうのをやった。意外と仏教でみんなを助けようとしてくれてたのも道長の役割だった。なんか建てるとね、これだけのものが建てれる道長ってすごいなって、また自分が建てたっていう記念も残しておきたいじゃない、はい、それも絶対にありますね、はい、間違いない。でも小学校でもね、なんか何年の記念作品とかだったらこれは俺らの時のあれだよってありました ね、はい、ね花壇とかね、このプールはここの、はい、うちらの時のやつだよとかね、そうそうそうなるようにそ、ね、それも一個あるけど、はい、それも大きくあります。大きくあります。あでもすごいよね、はい、なんかこの世で無念で死ぬ人はあれ仏教をこんなに唱えたのにこんな死に方さすんだって終わらすんじゃなくて、はい、大丈夫ですよ、あの世で浄土できますよ。そう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 、そうすると今苦しくてもいいかと当時の人は思うよね。思いますよ。本当に明日もどうしようもないって人にとっては非常に響くものだと思いますよ、ね、なんだよこの世で売れたかったなとか、あーとか言って、この世でお仕事欲しかったなっていうのがなくて、はい、なんかあの世で、うん生活かっていうのは辛いとは思うんだけどね、はい、そうですね。そんな時にやっぱ極楽浄土なんだって思わせてくれる、まあ、そのお寺に貴族なんか庶民が参拝できたかわかんないですけど、でもまあ作って祈ってたっていうのはまあ国のためでしょうからね。そうね、はい、だからこうで死んでた人もあの世では極楽ですよって言うと思うとやっぱ俺入り込むよね。入り込みますよ。そこにお参りするするで、いまだにそうじゃない。いまだにそう。仕事とかなんかこう大きな仕事の前は神社お参りするもん、うん、普段お参りしないのにそうそうそう、ね、なんかあると学校の受験の時だけお願いしますって言うじゃない。言っちゃうんですよね。だいまだにこう信仰があるってことは、はい、やっぱり当時はもう特にそうでしょうね。安倍の生命の時代は、はい、やっぱこう仏教っていうものの中にそういう願いもあるし、結構知恵の部分ですよね。生活の知恵なんかも詰まったりするので、はい、それでここがその北條寺っていうお寺さんがきっかけで、なんとですね、あの宇治の平等院宝堂って、ありますね。あそこは道長の息子の頼通が寺にしてるんですね。あそこもともと宇治の平等院宝堂っていうのはその藤原家の別荘だったんですよ、うん、で道長さんの別荘だったんですね。で北條寺って今お話しした9体の阿弥陀様がいる巨大な極楽浄土みたいなお寺をよりもっとリアリティのある極楽浄土を作ろうということで、息子の頼通さんが平等院鳳凰堂を巨大な極楽浄土に見立てたテーマパークみたいなパーンと作るんです。それが唯一我々が今こう実際拝観できる平等院鳳凰堂、はい、修学旅行とかで行きますよね。行けるのも、はい、そういうことですかね。藤原摂関家が、うん、もう今大河であれだけ藤原家が大威張りしますけど、あの力をもってして実現できた極楽浄土っていうのがあ
そこなんですよね。なるほどね、はい、もう大好きな鎌倉時代は執権政治で、はい、執権が政治を握るけど、僕らの時はこの、はい、あの光る君へのは摂関政治でね、はい、ね、そうなんですよ、やるようにやっぱりちゃんと自分らのところのものを、まあ、よかったですよね、もう修学旅行でね、行けてよかったです、平等院見に行けるから綺麗ですよね。だから今そこまで藤原家の権力っていう部分と、うん、あとはもうこの世が終わりだっていう焦りですよね、うん、晩年はもう藤原力ないでしょうからね、徳川の時代とか足利の時代とかね、まあ、力あったとしてもその学校の授業とかで登場しないじゃない、もうしないです ね、うん、ね、もう時代も足利室町時代ってなっちゃうと、京都で江戸時代ってなっちゃうとね、京都の方でのほほんとしていらっしゃって、うん、まあその文化とかを継承する面で非常に役立ってるというかね、活躍なさったそうですけど、やっぱりこういうあの、はい、如来とかさ、こういう菩薩の顔の表情を見ると、あ、怖いなって思うと悪いことできないよね。できないですね。僕もいまだに実家帰る時にちょっと念仏あるような心の銅像を見ると、はい、悪いことできないし、ちょっとお寺とかパッと入った時に、やっぱり緊張感があるね。ありますよね。変な耳鳴りがしてくる。どんだけ自分が悪いことしてるみたいな。いや、あるもん。そんなにあるんですか。過ちもあるんですけど、耳鳴りが出てくる。お寺とかお墓とか。緊張しちゃうんですね。うん、あと仏壇をお参りする時は。大丈夫ですよ。それは見える。だからその緊張感って大事なんだな、はい、大事ですよね。思いますよね。特にその平安時代の今の道長さんの時代って仏像がものすごい豊かになって、なんていうんですかね、やっぱあれだけ宮中でみんながてんやわんやしていらっしゃるってことは、国づくりを何とかしようってずっとしてるわけですよね、うん、若さに70人僧の人が来着していて、あ、あの光る君への会ね、はい、そこで僧の影響も受けつつ、我々自分たちで何とかやってこうが、こううまいこと混ざり合って、日本独自の仏像の顔っていうものがどんどんできてくるんですよ。それが実は仏像の顔に現れていて、この平安時代の中期から鎌倉時代にかけての仏像っていうのが一番面白いんですよね。なるほどね。はい、あと日本って本当にああいう僧の方が、まあ、もちろんこの、あの敦賀とかさ、福井県のあたりって特に近いっていうのがあるから、はい、東尋坊の塔だってもともと中国の塔の人望じゃないかっていう話もあるぐらいね、あるぐらいだから、はい、本当そういう影響力が強いよね、日本と中国。昔は本当そういうね、本当にそうなんですよね。その文化いただいてるわけですからね。いただいてます。取り入れて日本で勝手にアレンジして、取り入れてはアレンジしての繰り返しで日本文化だなっていうふうに非常に思いますから。なるほどね。はい、文字だってそうですからね、漢字だって向こうからね。そうそう、で国風文化でひらがなになっちゃったよ、ね、そう、それが面白いですよね。ああ、だから本当ね、あの福岡とか行くと特にこう韓国とか近いから、ね、感じますよね。文化とかがあって、これこの名前がだって埼玉にも駒っていうのがあって、高麗って書くからね、はい、あれも完全に高句麗ですもんね。ねえ、高麗勢に流れるだろうし、九州の方もそれに近いような、なんか流れの名前を見るとね、思いますね。あるなって思うもんね。そこからいただいてる文化っていうのが、そうですね、いただいてる文化を日本の人たちが受容して自分たち風にできるようになり始めたのがちょうど今の大河ドラマの時代、ちょっと国風文化でね、はい、そうですからね、めちゃくちゃ面白いなと思います。遣唐使とか遣隋使、その前の遣隋使遣唐使の時代っていうのは、そこからやっぱりいただいてるから、この日本のこれはもともとそうなんだよとかね、はい、いや本当なんかもうちょっとそこら辺を今興味持ってから学校の授業もう一回習いたいぐらい、習いたいですよね、そこの影響を見ながら。でもう一個ですね、三井寺っていうのもありまして、これも琵琶湖の湖畔にあって、うん、ちょっとだけ石山寺さっき紹介した時にも北側にあるんですけれども、ここは晩年の亀時パパが出家をしたお寺なんですよ。で「源氏物語」に出てくるお坊さんの役の人とかも、うん、実はここで出家をしたお坊さんで、紫式部真宙ちゃんの異母兄弟の男の人ですね、うん、その方が三井寺のお坊さんだったりして、うん、実は「源氏物語」とかに出てくるお坊さんらは三井寺のお坊さんということで、三井寺非常にあのここでも大変重要ね。なるほど、はい、あの新選組の時とかのなんか、はい、あ、それも三井寺出てくるかな、なんかそれ違うのか、はい、あ、でも弁慶の文章があります。弁慶が三井寺から盗んで比叡山に持ってくるんですね。その後その文章自身が三井寺帰りたいよって勝手にゴンゴンになるんですよ。
だから弁慶がもう帰れって言って比叡山からポンと帽子を投げてゴロゴロゴロと転がってミイデラに帰ってきたっていうそういう帽子があったりします。はい、っていうことでやっぱミイデラさんでその光る君への時代からあって大変人気なお寺なんですよね。なるほどね。ためときとそんなゆかりがあるとはね。はい、ためとき出家してるんですよミイデラさん、ね。はい、非常に風の切り持ちお寺でして、ためときってなんかちょっと情けないようなドラマのキャラクターだけど、まあ一番勉強してるし学者並みのね、まあ、あの偏差値の高さね。そうね、で真宙も非常に詳しいし、はい、そりゃあの信則も俺もちょっと勉強してほしかったけど、いやちょっと信則さんね、高杉真宙さんもね、まあ、高杉真宙さんも真宙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 ダブル真宙でやってましたけども、なかなか賢いですよね。いきなり15位の芸っていうね、昇進していきなり国士任されてもいけちゃってるっていうね。いけるよね、宋の言葉が分かるからね。それがすごいですよ ね、 ね、なんで日本で勉強してて宋の言葉分かるんだって、うん、だからあの時代の言葉とかすごく本も読んでるし、あのいい言葉っていうのはどんどんいただいてるよね。インタレスティングですよね。すごい、はい、すごいです。そんなミイデラさんです。西国三十三観音霊場。はいはい、さっき話しましたね。ご存知ですか。ああ、僕らちょっと勉強不足ですね。いやこれちょっとね、関東の人間にとっては結構前なんですけど、西国って、まあ、つまり関西地方ですよね、近畿地方のお寺33箇所を順番に巡るっていう巡礼のことですね。でこれが始まりは西暦700年代に徳道上人というお坊さんが晩年亡くなっちゃったんですよ。でも完全に死んではなくて閻魔大王の裁判にあるんですね。その時に閻魔大王に、いや実は地獄に落とさなきゃいけない人が多すぎて地獄が満帆だから、うん、この徳道上人に観音様の法印っていう印鑑ですね、うん、観音様がくれた印鑑33個あるから、うん、これを預けますよ、うん、でそれを使って生き返った暁には生きてる人をちゃんと地獄に落ちないようにしてあげ、うん、差し上げなさいって言って、うん、で生き返らせるんですよ、うん、で徳道上人はそれを使ってみんなを生き無事に観音様のお導きを会いますようにって思ったんですけど、なかなか仏教というかその考え方が浸透してなくてうまくいかなかった。それは中山寺ってお寺に納めるんですね。でそこから約270年経ちまして、で時代はちょうど今の大河ドラマの時代です。998年7年になった時に火山法王、はい、火山天皇がね、あの本郷かなさんが一回出家して火山法王となりましたけども、火山法王が中山寺に行った際その法印を見つけ出して、うん、ちゃんと徳道上人がやりたかったように観音様の巡礼の地っていうのを火山法がその200何十年後の平安時代にちゃんと法印を使って観音様巡礼っていうのを始めるんですね。で一番初めは和歌山県の先っちょの那智の滝のある場所から近畿地方をぐるーってして最後岐阜で終わるんですけど、そこ33箇所のお寺に行くといいかもそれを巡礼すると観音様のご利益に預かれて地獄に落ちないっていう巡礼が始まって、それが西国三十三観音巡礼。そこのシーンもドラマで描かれますかね。描いてほしいんですよね。本郷奏さんがやるっていう、ね、やるんですよ。でも今のところの火山法はあんまりそういうキャラじゃないですよね。ないね。晩年変わるのかもしれないね。なんか人間って変わるからね、はい、で道永すごく最後悪い人になるかなと思って。いや分かります分かります、なりそう。義時並みに悪い人になったら面白いな。面白いですね。もう腹黒くどんどんなってって、もう真宙なんか泣かせちゃって。地位は人を育てるって言うけど、地位は 人を変えるっていうからね。はい、そこ。じゃあそのパターンで火山法は逆にいい人になったりね。なんか結構今、まあ、結構ああいう苦労してるからこその観音様にすがりたいみたいなのがあるのかな。あるかもしれないね。僕がマラソンで助かったんだってそういう観音様のおかげかもしれないし、かもしれない。やっぱりね、そういう心配停止の次言動じゃないけど、そうだから助かる場合もあるから。あるから、はい。そういうのってない。普段からそういう思いってね、信仰ってあまりまだそれ信仰がスピリチュアルであまりにも強すぎるといけないかもしれないけど、人間って何か頼っちゃいますよ。ね、その気持ちっていうのは火山王は特に分かったんじゃないですか。ああ、そうなんですかね。出家されてね、あ、まあ、あの
ね、牛車の音で分かるだろうと思ったけど出家させられた、出家させられて、うん、そうですね。それは松村さんそうですよね。今徳道上人が一回閻魔大王にお会いして生き返ったって話しましたけど、うん、松村さんも生き返れる経験者ですよね。そうそう、ゾンビ芸人だからね。ゾンビ芸人だから言うてはなんですけど、そういうの光る君で言うと助かったっていうのはね、命あってのものだねであり、ものまねでもあるけれど、なるほど、ものまねでもある。それはあのやっぱり、ね、あのそういうものがあるかもしれない、助けたっていうね、あるかもですね。命の授かりをね、授かりですね、うん、生きると死ぬの境目をリクエストするわけにいかないから、野球のようにそうセーフとアウトですっていうわけにいかないから。なるほど、セーフとアウトであり、生と死の境目っていう部分は、まあ、信仰もあったりね、この時代っていうのは、まあ、特にもうあの信仰の強い時代でしょうからね。そうなんですよ、もう信仰が一番ないとやっていけない時代だったかなと思います。本当にね、はい。でもまた足を運んで勉強してるから強いですよ。いやちょっと結構ね楽しくやってるので、ね、また土産話たくさんありますので、うんうん、あのいつかまた、まあ、本当すごくいいですよね。またじゃ あのいろんなところをお連れさせてください。はい、わかりました。またちょっと鎌倉とかいろいろ行ってみたいですね。行きたいですね。俺空いてる時行きたいですよ。あ、じゃあ全然言います。みおとけちゃんとね、わかりました。別にあの写真集出ても大丈夫ですけど、僕的にはもう何も問題もないですから。お母さんもお母さんも呼んでもらっていいです。はい。はい、はい、ということで松村久美さんにたっぷりお話伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ナムー。